こんばんは。ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。全国の明日の天気をお伝えします。沖縄那覇では雨のアイコンが優勢です。1日を通して雨が降りやすく、ざっと強まる可能性がありそうです。翌日は台風の影響がありますので、早めの台風対策も行っておくと良さそうです。その他西日本のエリアでも前線の影響を受けて雨の降りやすい1日となります。一時的にざっと強まる雨には注意をしてください。東日本のエリアでも雲が広がり、強空が広がっていきます。ただ関東のエリアでは日差しが照りつけて、うだるような厳しい暑さとなっていきそうです。北日本のエリアはこちらも雲が広がり、日本海側のエリアほど雨の降りやすいお天気となっていきますので、お出かけの際には折りたたみ傘をお持ちください。各地気温が上がりやすく、蒸し暑い体感が続いていきそうです。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。